今日、全国23カ所の空港に送られたのは、鮮やかなピンクの花を咲かせた琉球ヒカンザクラです。日本一早い春の訪れを知らせようと、本部町観光協会や日本航空などが毎年実施しているこの取り組み、今年で29回目を数えます。ヤンバル地域の桜というものが全国の方にも見てみてすごい温かい気持ちになっていただけたら、で春が来たなって感じていただければ嬉しいなって思っております。贈られた桜の花は北海道や大阪、福岡など各空港のカウンターやラウンジなどに飾られるということです。ヤンバル地域では明日以降各地で桜祭りが開かれる予定で、本部町と今帰仁村では明日から、名護市では今月28日と29日の2日間開催されます。